50万円争奪芸人運ゲーム。おー、今日大事なのはお笑いじゃなくて運です、はい、運だけのゲームで50万円を手にするものがあります。さあ続いてはラウンド3、5040分の1、何すごい確率よ。はい、皆さんね、今お手元に0から9までの数字があると思うんですけど、はい、はい、このカードでね、4桁の数字を作ってください。はい、でその後我々がカードを引いて4桁の数字を作りますので、その数字と最も近い人が勝利となります。近い人、じゃあ2321とかだったら、2322だったら一番、そうです、そういうことです。だぴったりだったら一番、だったら2323でもいいと。同じだよ、同じこと言ってる。同じこと聞いた。もしかしてお前もしかして今お笑いやったな。やめろ、かな。おい伊藤、伊藤、それやめて。お笑いや、お笑いやりにくくなるからやめて。イエローで、イエローカードをもし先導でください。イエローカード、それはお笑いじゃないんだよ。お笑いじゃない。え、お笑いどこで売ってんの？ちょっと待って、すっとくようなこと言うのやめてください。おじいちゃんが、おじいちゃんが今やってるって聞いたけど、お笑いおじいちゃんが、はい、みんな茶番はここまでだよ。やばいな。さあということで、最後一斉にこうバッて、まあ、みんなにねこうめくってもらうんで、はい、自分の方に、向けてこれを、すいません、はい、で好きな数字4桁作ってください。それって0から始まっちゃダメなんですよ。あ、3桁にやるってこと。でもあるよ、ある、あるよ。だってそれでこっちで最後やったから、こっちで0が出たらそれが一番近くなるから。岡田さん0123で行くんじゃないですか、もしかして。行くわけねえだろ。行かがなかった。そんなにアホじゃなかった。行くわけねえだろ。お笑いをやってくれなかった。確かに。さすがに行かがなかった。ちゃんと行くわけねえだろ。ちゃんと本気だ。こっちランダムで引くんですか。え、そっち、あ、じゃないよ。答えてあげてよ。かわいそうな。下に喋ったと思ったらよ。かわいそうって言わない。お前このカードのなんか人間ばっかやってくれるよね。ビンゴ、なあ、あ、すみません、お笑い、お笑いやっちゃダメ。お笑いできてなかったです。お笑いできてなかった。だから今からもう一回説明します。皆さんは自分で見ながら4桁数字ここに入れてって作ってください、はい、で僕らはもう無作為に引いていきます。ランダム、はい、ランダム。俺らはもうランダム。なるほど。だから金ちゃんにこう切ってもらって僕が引きます。そう、いやこれだから、まあ、でもこれランダムで俺らも全部が同じ確率じゃないですもんね。これ一番近いってことになると、うん、そうね、低いすぎたり高すぎたりしたら、だから本当に最後の位まで、まあ分かんないよね。確かに。あ、1の位から行って、まあまあ、そう、1の位、10の位、100の位まで、めっちゃ近かったとしても、うん、そうだね、1とか9が出るわけだから、そうか、最後、そうか、最後、最後一番離れる可能性もある。いや、めっちゃむずいな、いや、そうか、そうか。最後0出たら3桁ってことだ。じゃあもういいって、これの考察動画。そう、やりますよ、運だから。これ運じゃないよ、これ。はい、これ確率よ。さあ入れてください。運だよ。これ本当運だからね。運ですか？運です。俺は肩だよ。え、100の位までに9が出てたら、うん、もう9000番台がなくない。もう結構きついっすね。ってことよね。そういうこと。出ない出ない。わかんないっすもん。っていうことよね。相手のはわからない。は？はんってなんだよ。相手のは分かんない。相手のは分からない。相手ルール分かせない。せーのでみんな見せるから。だから、9000とかが残っててもまだ俺かもしれないっていうのはあるわけですね。何言ってんだ、何が分かってない。俺は何が分かってない。俺は言ってることが参加してくれ。そういうこと。そうですよね。最後の最後まで分かんないよ。参加してくれって。主催者みたいな感じで。俺だけ全然分かってない。でも1000の桁が一番大事かも。そう言ったらそういうこと。そうそうそう。そうやね。結局ね。線で決まるよ。こっちもだから1枚しかね、同じ数字は1枚しかないから、それまでに最後に出すってことね。そう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 、だからそれまでにはちょっと遠いかなって人出てきちゃうかもしれない。じゃあ俺はもうこうやってシャッフルして1枚ずつ出た数字で並べていきます、はい、なるほど。あ、もうそっちにかけるのね。伊藤、伊藤、そんなこと時を止めて言わないで、ね、伊藤、ね、止めたと思ったら全然流れてたから大丈夫です。かっこよくもない。かっこよくもなんともない。かっこよくもなんともない。多分みんなそういうのあるだろうなぐらいの感じのことを言わないで。キャンさんもう できました。カード入れる向きだけごめんなさい。はい、こう出してここに数字が
はい、だチャンスは後ろ、後ろですね。じゃあ、何に真逆そうですよ、ね。それは、はい、それはもう分かるでしょ。ねえ。それは分かってるんだ。何やってるんだ。だいたいこういう角度でカード出るんで。なんとなく逆やるなっていう。それだとカードがこういう角度出ちゃう。見えないし。待って待って。はい、チャンスはまだ分かってないかもしれないよ。老人ホームがここ。いいですか、皆さん。チーク事業みたいな。こういうことか。はい、こういうことです、そういうことです。あーはーはー、なんかいや。で、こういうふうに自分の手でこうやってグッてやって。あー、オッケーオッケー。持ってきた数字やわ。どうしようかな、これ。でも迷うな。さあ、迷うなー、よろしいですか。1000のくらい迷うな。これ運やもんな、でもどう。本当に運だから。そう、ここで悩んだ、取ってね。いやあれ。なんかできることないですかね。ないんじゃ。これに関しては本当にできることないの。できることないの。ないかな。え、これ1回引いたカードも使えないですか。使えないってこと。そう、使えない。こっちも同じ枚数しかない。だから4の位が残ってた方がいい。だから、ね、変な話、そこまでに1000の位が出ちゃうときついというかね。そうなんだよな。そうなんですよ。あれが出たもん、ほぼ。いや、そこを考慮する。そうなるときついっていう。うん、まあ、でもこれ、公平を期したら、切った後、もう9枚並べて、そのどれ俺が取るか、ま、分かんないふうにします。うん、はい、うん、あの上から順に引くと、なるほど、偏ってる可能性がある。うん、言ってください。はい、いい？できた。はい、行きました。じゃあ皆さんの前に。じゃあ行きますよ、はい。一斉にオープン。どう？うお。あ、やっぱオズワルドちょっと。オズワルド近いね。三多いね。ああ、まあその辺。なんで三多い？三千。やっぱ三ぐらいが多いよね。8000、6000。だからそれで言うと。489。469か。大城は苦しい。あ、なるほど、なるほど。苦労してきましたもんね。あれ刺身は？ヌンマズ最高。350最高で。はい、なんかどうしました？え、何？いや、これめっちゃいいな。よっしゃ！何がいい？上すぎる数字がいない。みんな上。なるほどね。上すぎるはいない。うわ。だから7000台でも7ちゃん勝ちやから。うわ。有利な。でも7000。物によりますよ。物による。意外と5000台いないの。7000近かったら。9000なんて9000でも8000。うわ、そう、9で俺も振ったからマジか。だから上は勝ったな。上は勝ち、上勝てる。マーケットさんが勝ったな。そう、あーいきますよ。怖い怖い怖い。じゃあカード切ります。ここでだいぶ決まんのよね。もうこれ結構決まりますよね。決まんのよ。でも1の位なんだね、ここは。そうね。でも俺この1で賭けに勝ってんだよ。でもこれで自分の線の数が出たらもう終わりなんだよ。そうなんですよ。あの大城はハッピーに変えてよろしいですか。ダメです。いいわけないですね。ダメですよ、そんなの。もうダメです。よろしいですか。よろしい。もう出しちゃう。いいですか。皆さんいいですね。行きますよ。じゃあ金ちゃんもじゃあ俺も公平に切ります。1-0で。僕らも見てないんでこの数字。これ全部。じゃあこれ並べて。1-0の。これ最後。最後だと終わり。これ0来たら。0来たら一桁は結構きついですね。よしよ。1も出ないで。だからこの時点で3-0。だいぶ削られてはいくから。3-0。3やめて。3-0。怖い怖い怖い。0行こう。3行こう。0行こう。0行こう。0行こう。いきます。いいですか。はい、もうどこがどっか分かりません。はい、オッケー。じゃあまず、はい、1の位引いてください。1の位いきます。じゃあここいきます。3やめて。3いけ。やめて。3。3。3。0。3。8。おー。終わり。終わり。でも分かったよ。9が残ってればいい。9が残ってるわけですね。9が次出たらもう終わりですよ。9で終わり。9で終わってるわ俺。9で終わってるわ俺。9で終わってるから。終わったるからなって何？いいですか？9行こう。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 じゃあ続いて、続いて10のくらいいきます。9行こう。9のくらいいきます。9行こう。9行こう。どこ選ぶかもランダムでいきます。ここ行きます、ここ。それ9だ。3位以外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 3位
9出て6出ました。あ、ダメだ。8出て6で。9出て6。9でよ。9、9、9。じゃあ行きます。さあ、ということで、すみません、もうすみません。100の位いきます。すみません。100で。100の位、結構大事。100っぽい。100大事だね。いやー、100の位。9、9、9、9。100の位。5とか5。ここ行きます、ここ。高い数字券、いた高い数字券、高い数字券、5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 、
ああダメだ。待ってこれもう1500ならいいのか。はいはいはい。ということで今568という数字が出てます。うわきつい。うわきつい。3だったら俺負けた。俺100の台609です。600だからそれで3なんか出たらもう伊藤だね。竹だ。竹か竹か竹か。あ、竹か竹か。あ、あれ3だったらお前俺です。勝ちないわ。俺も勝ちないわ。ちょっと待って。ちょっと一回整理していい？勝ちないわ。勝ちない人もいるね。はい、伊藤さんね。3だった場合は3だった場合俺です。竹馬か刺身と伊藤が刺身が勝ち。俺もアウトですね。だね。で、だおいアウトで、で、4出た場合はもう新さんか。俺勝ち。4出た。待ってください。僕だから2来たら。4、5。2は西野ちゃん。2は俺ちゃうか。2だったら西野。7は僕です。ダメ、俺4でもダメか。そう、4でも俺の顔。これダメですね。これもダメ、降ります。降りるか、降りる。降りる、降りる。ダメ、どうやっても落ちない。降ります。降りない人は俺降りて。降りちゃうんだ。降りない人降りて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 。刺身でもいけない。刺身無理。刺身も2は2出たら。2出たら。ああ、降りた。だから刺身降りて。高野の降りよや。高野降りようや、お前。7出たら俺なんですよ。確かに。そうか。7出たら俺1000で近い人いない。俺1出たらどっち。あれ1出たらあれ俺降りる。ちょっと待って。1出たら岡野さん。ってことはで0出たらチャンスさん。0出たらチャンス。0出たら俺。面白いこれマジで。0出たら俺。そう3で0。竹馬さんね。3来い。9出たらナダルさん。7西野が2。僕2っすね。3は無理だね。3は出たら僕です。多分9出たらナダルは8。8出たら僕です。新さん4。8は出たら俺4。9でしょ。9か9。ダブルこれでもダブルいないから。9出たら俺や。9のみ。9のみ。だからダブルいない。ダブルいないからみんな本当に。うわ一緒。いいじゃないの。みんな同列。おいだよね。4。マジで4引いて。マジか。マジ9。0。1。9。よし、じゃあ最後、はい、最後じゃあ僕がランダムにシャッフルして金ちゃんに場所決めてもらおう。よし、いやよし、マジで4。参加したかった。恨みっこなし。よっしゃ、恨みっこなし。これ一体誰になるんだ。すごいやつだ。いいやつだ。すごいやつだ。自分に可能性ないのに盛り上げようとしてくれて偉い。ありがたい。今映画の仕事来るから刺身2回連続で可能性ないな。はい、2回連続で。はい、楽しんで。よし、すぎるやつ。誰になるんだ一体。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。やってる。もうシャッフルしまくりました。よし、銀ちゃんじゃあ刺してくれ。4個4個。うわー、はい、1、1、1、1、直感でくれ。はい、4個。ドラミックなしでマジで。お願い、本当に4個。4個マジで。1、4、0、うわ、金ちゃん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 、マジ9、0、0、いきます。はい、いきます。9、頼む、絞ってる。酒井が誰よりも絞ってる。絞ってる。この意味のない絞り。酒井、酒井がいくのでしょ。いきます。絞れ、0。うわー、どういうこと。どういうこと。なんで絞るんだ。やっただろ。やったやったぞ。やったぞって言ってた。やったぞ。ということで、チャンさんがね、こっちで568なので、出した469、一番近かったのが、チャンス大城さんです。マジで？どけた。全く意味ないかもしれないですけど、もう一枚引いてもらっていいですか？意味ないよ。意味ないかもしれないですけど。もう一枚引きます。1。いやー、あ、意味ない。全く意味ない。全く意味ない。カロス、もう一枚。カロス、もう一枚。もう一枚。来い来い。7。おお、意味ない意味ない。ラスト1枚だけ。ラスト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 ラ
よっしゃー意味ない、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 マジで意味ない、意味ない、やめよう、ありがとう、酒井ちゃん、意味ない、ありがとう、みんな座ってごめんごめん、意味のない、意味のないことだ、これがちょっとチャンスだ、やばいっすね、チャンスだ、エグいな、さっき、ゼロ出たとこ、もう一回取り直してもらっていいですか、大丈夫っすよ、大丈夫っす、あのまま使いました、なんで後悔してるんですか、わー、さあ、ということで面白いな、このゲーム。さあ、ということでラウンド3はチャンス大城さん勝利ということで、やったー、はい、ありがとうございます。強いよ、チャンスはマジ持っていく、マジかいかない、でもまだ分かんないですよ、まだ分かんない、次がファイナルラウンドですけど、はい、最後どういうゲームか僕らも知りません、なので最終ラウンドでもう全て決まりますんで、最終ラウンドの方でちょっと頑張ってください、はい、行きましょう、用意しましょう。さあ、ということで、運命が決まる最終ラウンド、うん、もうこれであの50万円誰が手にするか決まるんで、決まるんで、恨みっこなしで、はいはい、で、逆転あります、何になるんですか、何なの。さあ、ということで最後の種目いきます、はい、最後の種目は天台数、天台数、はい、皆様にですね、1人1回この10個のダイスあるんですけど、これを振ってもらって、もう単純です、もう全部の合計の数が多い人が勝ち、シンプル、そういうの、シンプル、だから今までのはもうややこしくてできませんわ、できる、めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単、なんも今までシンプルだった、めちゃくちゃ、今までのがもう今まで無理だったらもう生きれない、本当にアミナクジとビンゴシンプルだ、絶対にやってきてるから、で単純にあのゾロ目とかそういうの関係なくね、はい、全部の合計を足した数が、はい、まあ、高い人が勝利ということで、で、今1ラウンドから3ラウンドまでやったじゃないですか、はいはい、それで勝者いるじゃないですか、はい、の方にはこのサイコロを追加で、うわー、はい、やばい、大変、だからチャンさんは12個振れます、でかいでかい、まあ、今17になってます嘘17だでかいでかい、はい、だからチャンスでかいな、で、あのゲームを取った人は有利は有利、有利は有利で、岡野さんは1個、1個、1個、ただ全然逆転がある、ただこれ全然逆転あるんですよ、正直、確かに、だから有利にはなるんですけど、まあ、全くね勝ててない人も全然勝てる可能性、ちょうどいいラインですね、3個の目、これ1個、1個が3人だったらな、はい、いやこれで、ちょっとルールだけ厳しくさせてください、はい、あのこれ振ってもらうんですけど、1個ね正面でこう出ちゃう、はいはいはい、それも加算されないんで、やばい、やばい、厳しい、はい、この中、この中で、ちゃんと中で、ガチ中で、ちょっと一回振ってみてもらって、その中、あ、確かに、あ、確かに、ちょっとどんくらい、コブがどんくらいか、固定、固定でね、これ、あ、ここで見れますから、ちょっとどんくらい、そう、これでいい、一回何にも気にしないで、普通に振るわ、普通に振るよ、あ、出た出た、これぐらいでやると、だからもう、だからもう魚逃がすぐらい、そう、そう、取れない、あの、キャッチアンドリリースで、わかりやすい、置くぐらいの、ただ、ただね、やっぱ芸人なんで、これはちょっとやだね、なんかね、いやいや、いいじゃない、いいじゃない、今のいいな、芸人だから、芸人だから、今こんなの、こんなの、めちゃくちゃいいんじゃない、笑えないですか、竹山、何、芸人じゃねえよ、選手だよ、選手だよ、選手、選手もそんなやばいんですよ、高田選手だから、高田あんな切れてたやつが、まあまあ、今のは冗談でそれぐらいでも OK です、サイコロが回ればね、OK です、だから置くのはなしです、もう OK、もちろん、もうこれはダメ、もちろん、それはもう、それはもちろん、もちろんね、はい、それは多分シンプルに仕事が減りたい、現実を知らないと、ね、なんで、まあ、順番はどうするんですか、10個だから、順番は順番は阿弥陀で決めますか、じゃあ、いや、なかなか、ビンゴ、ビンゴで、順番は、ビンゴで決めたら、順番は、さっきの数字でいいじゃないですか、行きたい人、それか、さっきの、あの数字のやつ引いて、行く、どっちがいい、あれ、ね、そう、ゼロからね、ゼロから引いてって、ね、順番決めていきましょう、順番決めていく、どうする、それかっこいい、それかっこいい、あれ、あれ、ゼロから9までだから、10個あるから、ちょうど、ゼロは10、チャンスさんが最後とかじゃなくていいですか、チャンスさんと岡野さん最後の、最後の、確かに、多いから、ほら、うん、な、多い、多い、じゃあ、うん、チャンスさんが最後で、その前が岡野さんに、はい、それが、はい、ずっと、はい、ずっと、しゃあ、一番から八番まで、流れがずっとおもろい、でもこれ確かになぁ、ゲーム考えて、誰めっちゃおもろいわ、俺、森合さんです、誰、森合さんです、天才、誰、森合さん、今、鬼越チャンネルしか仕事ありません、でも、ダメだよ、いや、俺、これ
増えるの引き抜け、引き抜け NG よ、引き抜け NG よ、はい、じゃあこれでいいよ。あーなるほどね。じゃあこれを銀ちゃんが切ってみんなに引いてもらいましょうか。はい、1から8までね。はい、まあこれはでもね、どこがいいってわけはないから、これはね、本当はね、ただ最後までドキドキしてたいってだけ。チャンスさんと岡田さんは、銀ちゃん引いてもらいます。じゃあどうする、ここでいい。それ銀さんが別に君にはこれで、あ、それでいきます。あ、いい、それでいく。本当にこっから打っていい。マジ恨みっこなし、マジ恨みっこなし。じゃあいくよ、こっちから。もう本当に何も考えず、まだ見ないほうがいいですよね。まだ見ないほうが、まだ見ない、一斉に引き続き恨んじゃうな。俺らも緊張してきたわ。うわー、1やだよ、1。でもどの数字別に関係ない、関係ない、関係ない、ここはあんま関係ないの。ちょっとドキドキしてるだけで、ね、ここは運じゃないから、はい、ここでどんだけ最高出すかやから、別に順番関係ない。楽しめるか楽しめないからね。ナダル、ナダル、分かってるね。ナダル、喋ってるんじゃなくて自分に自分に言い切らせる。50ですよ、だって50。じゃあいいですか、本当に50万かかってるからね。さあ、じゃあ一斉に皆さんオープン。うわー、21、21、0で竹山2、僕は3、4、4番、俺5、5、僕6、7、8、8で9、10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 、
あんまりウケへんかったのが一番嫌。西野、西野、一回これ、一回ちょっと待って、本当にあと西野、ボケやるならウケなきゃダメ。今迷ってたらギリまで。確かに。でもちょっと待てよ。終わりやろ。終わりやろ。ちょっといいルール。もう本当に本当に。ね、ね、笑って、笑ってなかった。いや、じゃあね、本当にここまで。ここまでここまでというか、え、意味が分かんない。もう一回やるの？なんでもう一回やるの？そうだよ。ちょっと待って、一回冷静に考えてください。なんでもう一回やるの？何してんだよ。筋肉つけて怖い。つけないか、お前。ただただ怖い。50万から、え、西野、次やったら本当にゼロなの。次は、次はもうないよ。西野、次は本当にないからな。絶対に。いや、これ、じゃあ、本当にこれ。フリット感じゃなくて、ほんとにだから、もういきます、いきますよ、いきますよ、ダメだ、せーの、なんなん、マジで、はい、多いし、稼いで、よく多いし、おい、何が教えてくれ、こいつ何だ、マジで、こいつ何やろ、出かけんなよ、何やろ、何だ、お前、はい、計算します、計算します、計算してください、計算します、計算します、はい、お前マジ怖いだけやないか、お前マジで怖いぞ、これ割と計算します、計算してください。32ね、32、本当に中ぐらい、32ぐらい、じゃあ西野32、西野32です、32、結果中ぐらい、結果真ん中、仕事増えると思う、俺増えるか、32、西野32、32、何の仕事、竹馬。じゃあこれ俺が出していいの？うん、俺がもう全部で筋肉の基準点考えたわけだから。で、本当にこっから超基準点。ションペンはマジダメだからね。はい、こっから。で、これノリとかじゃないよ。これ、はい、本当にこれは、いやもう、いや、ちょっと待って、竹馬、竹馬、本当にマジでゼロだから。竹馬、本当に。え、もう一回ションペンは。やったらマジでゼロ。やったら、もう一回やったら一応。いや、やってくれたら嬉しい。ルールやで。ションペンは本当にゼロにします。あとさっきのもギャーはもう受けません。うん、こっからは。やってもいいね。やってもいいね。脱いだだけ。いいね。脱いだだけね。脱いだだけ。脱いだだけ。荒々しくて怖いしね、あれ。そうそう、いきます、本当に、あの、振り直しはなしです、こっから、マジでマジでこれなし、マジでやれって、竹馬大の関係なしで、やってやれよ、ちょっと待って、50万だぞ、ここってそんな必要あるのじゃないんだね、どっちだ、わかんないな、どっちだ、ちょっと待って、みんなかかってるからわかんないぞ、どっちだ、どっちだ、なっちゃった、竹馬、ちゃんとちゃんとこれが見たい、ちゃんとゼロ、ゼロにゼロにするからね、俺ら、いや、これこぼしそうだ、絶対ゼロ、いってるやないか、行こうじゃあ、行こう、じゃあ真剣だ、竹馬のチャレンジお願いします、やる、やる、やってんの、何してんの、さあ、稼いでください、何だ、え、マジで動きついてない、少ないじゃないですか、西野さん、少なそうだけど、少なそうな感じ、よっしゃ、30ジャストぐらい、29、ないんだ、もうない、優勝、もうない、今、ケミーが計算しました、竹馬29、うわー、ってことは西野が残ったってこと、西野残った、西野残った、竹馬残念、竹馬残念、暫定1位だ、暫定1位よ、あ、これはすごいな、脱がない方がいいと思うよ、これはしょうがないな、はい、しょうがない、これはしょうがない、これも恨みっこなし、これはしょうがない、半分ぐらいなんだな、大体だから半分ぐらいの、ちょうどだから平均全部6で60だから、だから本当に5とか6とか出したやつが強いからね、そう、いや、だから2つあ、ね、増えるのは有利だけど、うん、そんなんじゃ全然関係ないから、まあ、でも絶妙っすね、2個、もう1を出したくないの、そうね、どけばもう終わったから、確かに、まあ、いけないか、いけないか、竹馬、確かに、何をちょっとそこに、俺にできることもうないもうないよ、どういうことだっけ、ずっとないよ、だからどさあ、じゃあ3番目、うわー、刺身ちゃん、やめろ、もう行っちゃった、刺身ちゃん、やめろ、一回出して、これは、うわ、なんかでもやりそうだな、刺身ちゃん、やりそうだな、こいつら、こいつらのトラップ、めちゃくちゃ、こいつらのトラップやばいな、マジで、最低の回だね、やりそうだな、やばい、いつもどいつも、
そいつもどいつ。そいつもどいつも。そいつのいつのボケ担当、市川。そいつのいつのボケ担当、最悪だよ。竹山ひどいわ。最低だな。最低だよ。最初のボケ潰しといて、最低だよ。ボケ担当。早く行こう。32だから。刺身。32を超えれば。まずね、挑戦権は得られる。やべえ、手が震える。確かにちょっと手で、ほんとにショーペン気をつけてね。ショーペン気をつけてね。これマジで奥のだけなしなんで、あとできればくっついてほしくない。そうね、手にね、カキピー現象。そう、カキピー現象だ。カキピーなのか。はい。でもショーペンだけは頼むね、やめてね。ちゃんと楽しみたいから。確かに。うん、これは怖っ。怖いんだよ。いや、意外と緊張するからね。両手でこうでもいいですよ。怖い。うわー、怖い。頼む。うわあ、いいか。いや、絶妙。やばこれ。はい、数えます、数えます。4たす5たす2たす3たす2たす2たす2たす6プラス5たす1。32。並んだ。残ってる。並んだ。32いいやつ。もう並んだら最後じゃんけんです。うわー、じゃんけんで。もうまだ楽しめますね。まだ楽しめる。はい、ということで、じゃんけんか1位同士で振って。うわー、はい、もう一回振りだね。もう一回振りだね。一応今念のために言っとくけど、最後もしチャンさんとか岡野さんが同点になったとするじゃん、はい、その時はこのプラスのやつなし、サドンデスでやった場合はもう10個だけやる。あ、なるほど。これは先に言っとくから、そこはもう本当に運で。いいよ、ありがとうございます。いいよ、関係なく。はい、はい、もう問題は。さあ、来た来た。あいつだ。高野、高野。あいつだ。あいつが来たぞ。あいつが来たぞ。ミスター破天荒。ね。ミスター破天荒が来た。あれも面白サイコロ。破天荒スーツ。破天荒スーツをまとって。ミスター破天荒の面白サイコロ。金運の黄色。いや、迷うよな。迷うよな、これは。迷うよ、迷うよな。もう迷って、何を迷うの。誰がよくないよ。迷うよ、誰もそんなことしてなかった。そうでしょ。誰もやってない。1個足す。1個足さねえよ。ダメなんだよ、ダメなんだよ。うわ、怖。じゃあ、だから、まあ両手でも片手でもいいからね。32ですね。32を超えれば OK。いきます。ションベンだけ、ションベンだけ。ションベン気をつけて。本当に嫌だから。ションベンつまんないからね。ションベンは、もう、許さない。本当にやり直しにしないから。ただ、ションベンでも勝てる可能性はあるんだよ。まあそうですよね。しない方がいいです。6が多かったらいいってことでしょ。そうそうそう。ちょっとマジで。じゃあいきます。じゃあ高野のチャレンジお願いします。出なそうだな、あいつ。あんまり打点高くない方がいいぞ、ほんとに。なんであんな。いや、いくよ。し、うわ、ほら、うわぁ、6は2つ。え、よし、まずシャンベンで。まずシャンベンで。4たす6たす2たす2たす2たす3たす1たす6たす1たす3。1個あるから1引いちゃう確率。めっちゃ30。ということで高野の結果30です。やばい。だから終わりそう。ずっと終わってんじゃねえか。ずっと終わってんだよ。だから高野、被害者になるのが上手すぎる。ここだけで終わってはないから。高野、早く竹馬の方行って。いいとこね。早く竹馬に早く竹馬の方行って。乗ってもらっていいか。竹馬の方行って。竹馬。もうないんでしょこれで。竹馬の方行って早く。ボケもせずこのぐらいの点数が一番。うるせえ。一番恥ずかしい。竹馬ね、一応竹馬で勝てます。はい、じゃあ高野ごめん、残念ながら高野は。でも意外とこのら辺なラインだね。ちゃんと平均。さあ、まあ30ぐらいなんだ。審査、審査いきましょう。うわ、これなんか両手良くないかもな、結構。両手な。40代。いきます。後半。お見送っちゃうんじゃない？40後半。最高のお見送っちゃうんじゃない？お見送っちゃうんじゃない？お見送っちゃうんじゃない？赤。お見送っちゃうんじゃない？赤。さあ。いきます。河本さんの嫁も見てますから。そうやね、そう、ほんまに。これじゃあ、審査いいですか。ギャラ折半なったもんな、河本ちゃん。よっしゃ、河本さんの嫁のためにお願いします。審査のチャレンジです。うわ、片手だ。うわ、震えてやる。うわー、出た。えぐいよ、えぐいよ。ちょっと待って、出た。えぐいよ、喋
取って、いきますいきますよ、5足す4足す6足す6足す6足す5足す3足す2足す1足す4え、やばいやばい42やばい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 すぎる42やばいなんだこれ、言われるおっしゃなんじゃこいゴーモちゃんお酒飲みに行こうね絶対42審査42です、これかなりこれこれはやばい、最後後半でしょ、だって6、3個と5、2つと4、これちょっときついかもね、チャンさんの帰るだけ、チャンさんこれ結構きつい、さあということで新一さんが42出ました、いや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 、さあナダル、はい、あと何人だ、まあでも本当何やるか分かんないですからね、ドラフトみたいな、いや逃げ切りたい、こんなシステムは逃げ切りたい、6番、いやでもここまで来たら塗り替えてほしいな、指名は最後のマジで逃げ切りたい、42えぐいな、さあナダル、はい、どう今の心境、僕だから今思い出したんですけど、今年の初めに鳥先生っていう占いの先生に、うん、占ってもらったんですよ、うん、今年とんでもない大金掴むって、マジでここやなと思いました、55とんでもない大金、だからまあ本当にお金持ってる持ってる関係ないからね、これはこれはちょっとほんまでもじゃあナダルのチャレンジお願いします、いや頼むめっちゃ怖い、やばい、これ緊張するな、怖い、俺これ怖い、これ踏んの怖いな、座ってていいかな、踏んの怖いんだよ、ちょっと震えてるもん、震えてるもん、震えてる、震えてる、いや震えてるよこれ、うわいい、ちょっと待って、めっちゃいい、ちょっといいよ、6から6からこれ、ちょっといきますよ、6足す3足す1足す6足す4足す6足す3足す6足す2足す5、これちょっといったんじゃないの、42やばっ、42並んだ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 42並んだ並んだ同点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 アップの、アップの同点です、これはこれすごいすごい、これすごい確率、すごい残ってるってことね、新さん、新さん残ってる、サドンデスあるかも、なに、なに、俺は疑ってる、疑うな、俺はね、みんな、みんなでやったやん、みんな40、みんな数えたの、うわ42ね、一応ね、はい、ほんま一応で、わかりました、こっちわかる、ナダル、すごい42で新さんと一緒、え、これやばやばい、これすごいことよ、これすごい、これいい、いや、すごいよ、これはマジ絶対決勝行くぞ、次、伊藤、伊藤決勝行くぞ、俺決勝、決勝暫定1位じゃん、こっちはチャンスは持ってる、1位、で、カスは向こう、カスは向こうね、カス、カス向こうね、最悪、いや、これ絶対決勝やばい、すごいわ、伊藤さん名勝負ですよ、これ名勝負、やばい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 、決勝行ったわ、伊藤も持ってるからね、伊藤だ、伊藤はね、メンタル強いから、強いからこいつは、いやでも俺今日福岡に守護霊見えるやつがいるんですけど、伊藤さんはもう背後守護霊の人が遠慮しないでみんなの力借りなって、周りの人の力借りなって言ってくれたんで、タンクトップ貸しましょうか、そういうことじゃないで、坂井さん手に入ってきた、手に入ってきた、いやちょっと待って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 、びっくりした、俺が振るのかと思ったよ、し何これ、いい、じゃあ伊藤のチャレンジお願いします、ションペンだけ気をつけんな、ションペンなしよ、いやこれ震えるもん、あ、これ、いや、これ震えるわ、怖いわ、言いますよ、はい、うわ、いや、しょぼい、あ、しょぼい、しょぼい、しょぼだこれ、しょぼ、はい、おいで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 、一応数えます、どうするよ、最後に数える、一応数えます、俺なんか落とした瞬間、グミに変わった気がする、いいですね、いきますよ、あと悪いけど、みんな力貸すわけねえやん、まあ社会だからね、ギャンブルでは違うもん、いきます、2足す4足す1足す3足す6足す5足す4足す2足す3足す1、絶対ないもんな、あでも31、まあ、さあということで竹馬よりはね、伊藤は31、竹馬高野、竹馬ダントツでやばかった、確かに29やばいな、いやマジミスった、唯一の20代、あと何人ですか、あと3人、うわー、でもこっから40に超える人現れるんですかね、ありがとう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 、心強いな、いてくれると助かる、お前が好きにもいてほしい、役者役者だよ、役者仕事かも、さあ
畑中。畑中来た。ここまで来た。怖いわ、畑中くん。正直まだ畑中、50万。50万取ったらどうする？何使う？心臓増やします。減らしたのよ。一緒になるだけだから。みんなと一緒になるだけだから。重みがいい。彼女、彼女も見てるよ、多分。さくらちゃんも。さくらちゃん。とか言ったらもう勝ちやろな。さくらちゃんに一言言っとく？さくらちゃんに一言。そういうの言えねえな。そういうのいらないです。ナダル、ナダルめんどくせえな。なんで助言したんですか。いいよ。ビッグツーが。ビッグツーがね。ゴールデンコンビが。嫌われ者2人がね。覚えてみろ。うわ。さあ、ハタナカ倒してくれ。いいですか。じゃあ、ハタナカ。ゴールデンコンビ。ハタナカ。じゃあ、ハタナカのチャレンジです。いいよ。より早い。どうぞ。ハタナカ君、もう一回。うわ。うわっ、あー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 うわー、ただ1が多いな。1が多い、1が多い、1、2、3、さあ、数えましょう、いきまーす。1も2も3も3、はい、3たす1たす1たす2たす5たす5たす4たす1たす6たす4、32。働か32。働かも32。これが必要。1、1個で押さえな。見た瞬間分かったね。そうそうそう。1、1個で押さえなあかん。誰なんだよ。あいつ腹立つな。嫌だこの人。あの暫定席なってきた。倒してよ。あの暫定席なってということで。働かは32。岡田さん、これをきっかけにこの2人のバラバラ大作戦の番組が黒なるみたいにね。ちょっとさあ、もう委ねます、この2人に。ここから、いいですか。このね、1個増えるで、だって11個でしょ。岡野さんが、岡野さんには1個ラウンドを勝ったんで、1個増えます。ここからですね。ありがとうございます。で、1個これ、ちっちゃいんで、さらにしょんべん気をつけてください。そう、しょんべん気をつけてね。どうしよう、僕本当にやるときコンタクト。いや、びっくりした。これマジでもう一個サイコロ出すのかと思った。目から眼球から、さあ、でもその時点で失格だから。さあ、いや、11個か。他の勝負師やな。また11個怖いわ。コンタクト外すのは原価すぎ。限界です。もう終わりだ。11個。もうあんたたち終わりだ。終わりよ。はい。じゃあ、ゾウコ1個でかいよ。本当サイズ違うからね。気をつけて、ションベン。本当ションベンで気をつけてね。確かに。跳ねちゃう。1個多いからね。はい。いきますよ。じゃあ、いくよ。岡野さんチャレンジです。いくよ。とにかく、1個っぽいからね。はい。岡野さんチャレンジ。競った時負けるからな、これ。いきます。1、お願いします。うわ。なんだ、絶対あるの、ちっちゃいの6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 、いきます、いきます、これあるっしょ。ちょっといきますよ。あるな、やばいやばい。あと何も見えない。どう？4たす1たす2たす3たす1たす4たす6たす6たす3たす3たす6、ちっちゃいの6だよ。これで、だから今ちょっとおさらいします。今42で新さんとナダルが今同点で、で今チャンスさんが2個サイコロ増えてます。だけど、まあさっきね、岡田さんやってみた通り1個増えたところで、そうなのよ。まあ本当の運だから、この場の42ってすごい。2個は相当でも。でもしチャンスさんがこの42を超えられない場合、ナダルと新さんで決勝もう一回ね。で。まあもう本当問答無用、42以上出した場合はもうチャンスさんの賞金50万円が獲得。はい。あと
視聴者には岡野さんの使用済みコンタクトをプレゼントします。はい、いやもうチャンスさん応援しよう。チャンスさん、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 ゲッターズ飯田君にですね、はい、今年大城さん役者の仕事がさらに増えます。はい、でお笑いの仕事ももっと増えます。あと正常位下手くそですねって言われました。関係ない関係ないマジで。じゃあ一応確認ですけど、ゲッターズさんとのセックス中に占ってもらったことない。ちょっと開けられてるのもいい。あとじゃあ大丈夫です。ゲッターズさんの正常位できなくないですか。できるの。ゲッターズさんの眼鏡かけたら。ゲッターズさんかけろお前。やっても最中じゃないです。さあちゃんと入れたんです。はい、じゃあ本当にここで決まるんで、チャンスさん最後の2個フェイトマット、ションベンだ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 、ちっちゃいやつ、怖いわ。あの、お気に行きますからね、ゆっくりでも大丈夫です。見てらんないよ。ションベンはやめてね。ひよこを置くように。はい、そう、ひよこ。それでは、ひよこだ、ひよこ、チャンスさんのチャレンジです。お願いします。1+4+4+6+6+4+5+2+4+3+5+4！ 負けよ。あれがちっちゃいの9だから。あの最初の2勝が良かったの。2勝、2勝じゃあ、なんか、なんか、なんかしたの。何今1で書いた。何してあれ、さらにパワーアップして持ったんやけど。どういうこと。多分、最後もうボケが分からなかった。本当にショックだったの。多分最後、悪いやつだったらこういう時どうするかなとか。なんとなく。いや、素晴らしい。いや、すげえ。チャンスさん、おめでとうございます。チャンスさん、あの、チャンスさんに50万円贈呈です。あの、吉本はいくらぐらい持っていくんですか。いや、これは賞金なんで、そのまま差し上げます。おめでとうございます。吉本は賞金持ってきませんから、はい、チャンスさん、これはすごい。50万円取りましたけど、使い道はどうします。1回こう1回10万置いて、はい、20万置いて、ほんで8万置いて、はい、で、ただここでもう一つお知らせがありまして、このお金とは別で予算がありまして、打ち上げに行きます。やったはい、だからチャンスさんのこのお金はすぐに使わなくても大丈夫です。これ打ち上げ、はい、いや、これ打ち上げ、打ち上げは打ち上げ僕らが出すから、はい、このまま、チャンスさんはそれは、はい、そんな強制的に後輩におごらせることはさせません。本当に自分の使いたいんですか。はい、自分の使いたい。もう僕らでみんなで出しますとかいらないです。僕らが出すんです。それは打ち上げは僕らの予算で、はい、出します。はい、で、僕はいや、だから、もらってください。はい、チャンスさん、そんなことより今受けたいんですよ。そんなことより。でも、もう芸人ですよ。俺受けてえのに、あんなことしてしまった。いやいや、大丈夫ですよ。でもまあ、ね、よかった。最後ね、すごいデッドヒートというか。いやー、めっちゃおもろかったな。おもろかったね。正直、全然チャンスありましたよね、あの他の方もね。はいはいはい。全然そうですよ。竹馬以外は面白かった。だから、全く意味ないかもしれないですけど、もう一回振らせてもらっていいですか。やってみるか。竹馬全く意味ないかもしれない。ええ、で、2個プラスで、2個プラスで、2個プラスで、え、プラスで2個、2個プラスで引こうか。確かに、一番あるのね。竹馬でもそれ、はい、一番ある、最高意味あるの。何
あ、いや意味はないです。全く意味はないけど、じゃあ刺さっていこう。一個一個言うから、はい、じゃあ数えてもらっていいですかね。いや、まあ数えなくていいから。何、何、いくよ。はい、6足す2足す2足す4足す3足す4足す2足す4足す5足す5足す4足す1。ごめん、唯一りょうちゃんだけが竹馬の味方なんだけど。何番、何いくつですか。42。ゾウ竹馬。これね、これは本当に俺ちゃんと理由分かるんですけど、うん、竹馬って今その大宮セブンさんのライブに結構ついてるとか出させてもらってるんですよ、うん、だから大宮セブンの良くない時のノリだけすごく吸い込んで、まあ、だから最下位とかじゃないんですだから最下位とかじゃないだから時折見せるんですよ、こういう顔、ね、こういう時に刺身がいつもだったらどうにかしようと出てくるのに、こういう時の松本は全部無視する見てらんないから刺身があんなに盛り上げてたのに、あんなにみんなを助けてくれるのに。いや、俺ひどくなくないひどいよ、何もひどくないよ見て竹馬、あ、でも竹馬優勝したチャンスは一番引いてるから俺50万持った時のボケ浮かんで、じゃあお願いします。じゃあもう一回いきましょうか。はい、はい、その50万円何に使いますか。あの高速道路作ります田中学園、田中学園50で、50でどのくらい、どのくらい、距離、距離で言うとどのくらいですか。どのくらい使えるんですか。いや、あの、すぐそこからそこまで50万で作れる距離ね。これぐらい、はい、これぐらいね、はい、ありがとうございます。この後、皆さん、大丈夫かな、大丈夫、はい、あと、この後打ち上げもあるんで、皆さん、はい、はい、はい、ということで自由参加、自由参加、別に無理やり来なくていいです。いっぱい飲んで帰ってもいいですし。さあ、ということで、皆さん、はい、ありがとうございました。芸人運ゲームでした。チャンスさん、おめでとうございます。いや、でも畑中の会期祝いということ。いや、お前そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。今までのはドッキリで、これをやるためにやる。畑中の人造ボケがどんどん研ぎ澄まされていく。料理で運んでくるのが井上さくらちゃんだから。え、それ言わない方がいい。だとしたらもう驚かないで。口が熱いから。みんなふざけないで、熱いから。もういいわ、西野さん。西野さんがションベンあれかましまくって帰りましたよ。西野さん、マジで何の話なんだろう。2回目やらないと思ったけど、やったな。あれで終わりだよな。筋肉つけすぎて糖質が足りてなすぎて。あれで終わりじゃないの、意味を。いやいや、そうそう、あれ終わりで面白いじゃん。終わりにしようかな。一回西野に電話していいですか。あの、とりあえずはね、チャンスは50万円。うわぁ、50万円、50万円、文句ない、文句なし。マジでハッピーエンド。いやー、よかった。一番いいから、素晴らしい。取るべく。じゃあ、せっかくのチャンスさんの一言で。お願いします。いや、50万円ってね、あの、土木作業のアルバイトしてたんですけど、50日行かなくちゃいけない。本当にすごい。マジでほんま。たった3時間で、もう夢のある仕事です。ありがとうございました。ありがとうございました。10人がちょうどよかった。ちょうどよかった。10がちょうどよかったですね。25のあのビンゴでやっぱ10ぐらいが一番ちょうどいいですよね。ちょうどいい感じで来たもんね。もう確かに絶望だったね、あのね。その数字に力で20日ビンゴやりたすぎる。ビンゴしてたわ。ビンゴが決まっちゃったのよ。ビンゴ、ビンゴおもろいですよね。マジでビンゴやばすぎる。ビンゴ、ビンゴとチンチロだから25と19と19と伊藤君の25はありえない。ありえない。女みたいに言い過ぎない。伊藤君の25、ありえない。あと19、やばい。19がすごいでしょ。19と25。チャンスさんはあと何が来たら。14来たら。あ、14来たら。その辺でも14来たら完全優勝。3つ取った。そう、全部取っちゃった。一番最初にリーチしたと思う。あ、違うか。
そうだ、そうだ、そうだ、じゃあ俺もうスピーチ一番早かったから岡野さんがグイーッとね、最後ね、バーディーだけど初代チャンピオンで全部優勝してたら多分企画なくなりますもんね。あ、よかった、1個完全にもう負けてるから1、2、3であれクリアしたら、すごい、あれ気持ちよかった、あれ一番脳汁だよね、出たよ、だっていや、あれ一番かっこいい、でも人が一番選ばないやつを選ぼうという気持ちで、ピニーさんは踏み込まれへんわな、あれはだってあんなのさ、こっちがやらせだと思われるじゃん、ね、確かに確かに、あ、大丈夫でしょ、なんかギャラクルの極意分かった気がしましたわ、なんか分かってない、分かってたら俺はめちゃくちゃ酔っ払っていいじゃねえか、めちゃくちゃ酔っ払ってる、何の活躍もしてないのに言うなよ、だからしょうがねえな、しょうがねえ、しょうがねえ、しょうがねえんだよ、しょうがねえんだよ、いた、ちょっと高野、いたの、え、打ち上げだけ来たの、打ち上げだけ来たわけじゃねえよ、ちゃんと負けた、全部負けたんだよ、本当さ、ちゃんと負けた、アンジュマーが一番活躍できなかったじゃねえかっていじめなかったのに高野がいるから変な感じしちゃう、竹山が全部やってる、竹山の身長の29出したのに俺が30出して、30一番やばいから、30やばい、30さん一番やばい、ありがとう、30出しちゃった、そのサバ寿司一番これを抜けよ、これセコンデなんですよ、何これ、これ船盛り何なのこれ、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、いや、おい、マジかよ、そいつの人と俺と高野が同じ、本能さん、どうなってんだよ、本当にお金払わなくていいですか、確かに、でもお父さんも死んでんだ、本当払わなくていいよ、払わないしね、絶対払わないし、チリを1個もらいましょうか、はい、すげえ、かわいいじゃねえよ、みんなでみんなでね、みんなでチャンスさん、やっぱ僕の携帯がいいですか、なんで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 、俺、お風呂いいですよ、刺身って決めてんの、縦と横でお願い、お刺身来たよ、あ、じゃあもらっときましょうか、あ、いいね、そしたら刺身も刺身も刺身も刺身じゃない、刺身刺身、いいね、刺身が刺身持ってますよ、皆さん、いいじゃない、これおろいぜ、はい、チーズ、はい、エビの天ぷら、これ嬉しい、なかなかないからね、まずやっぱり、さあ、こうやって飲むことが、そうなんです、なんですか、そうなんだよね、みんなと、みんなと飲めなくなってもう5年ぐらい経って、もうほぼみんな40だもんな、そんなことないっすよ、みんな40、俺と高野が3日前に仕入れたゴシップ言うから、教えて、なんですかそれ、言うから、言うから、なんか教えてくれ、ゴシップ、まあまあまあ、そうかな、これ今何撮ってるか、ずっと撮ってるなと、これだから絶対無理よ、ピーピーちゃん、全部ピーばっかになる、このチャンネル見てるやつは全員クズだ、お前らはもうクズが確定してる、チャンネル登録はしたからだ、みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように、というわけで次の動画はこちら。